沢田マンション。沢田マンションは、高知県高知市麻生の北町一丁目に建設された集合住宅である、鉄筋コンクリート建築を専門職として手掛けたことのないものが、夫婦二人で、後にはその子も加わって作り上げた。通称、タクマン、沢マン、軍艦島マンションとも、現況は、鉄骨鉄筋コンクリート構造、敷地550坪。 地下1階地上5階建て、一部6階、入居個数約70世帯、約100人居住。自身の製材業経験やマンション建設過程での発電、給湯などに由来する沢田加納の発動機コレクション、メーカーに現存しない1936年製のものを含むが展示してある。増築に増築を重ねた外観から、軍艦島と共に並んで、 日本の九流城とも呼ばれ、建築物探訪の名所の一つとして知られる。沢田マンションは、素人が独自に建てた鉄筋コンクリート造りの建物である。沢田加納、沢田加納、1927年8月11日から2003年3月16日は、高知県旗郡七々村、現、黒潮町かじがあびの川の農家の生まれ、 わらびおか人情小学校5年の時、月刊誌、家の光で見た灰からな、アパートの様子に憧れ、集合住宅の建築、経営を、一生の仕事にしたいと思い定める。人情小学校卒業後、祖父の援助を受け、土佐の山中で移動しながらの製材料を始める。戦時中は1年間の兵営役を経験。27歳で、高知県中村市。 現在の四万都市に移り、地元の製材所で働く。大工、当領の弟子入りや、修行経験もないまま、自ら現場を手掛け土建屋として建て売り、住宅の販売、分譲を開始。その後は、アパート経営に乗り出す。この間三十二歳にして、当時十三歳の中学生、浦田博恵、浩九1946年タイと、実質的な結婚生活に入る。 そもそも浦田家は、加ノの経営するアパートの棚子だったが、広ロの父の入院により、家計が困窮したため家賃を払えなくなり、広ロの母が子供たちを連れて実家に戻ってしまい、広ロ一人だけがアパートに残された。当時、加ノは未成年に誘拐の疑いをかけられ、警察の訪問を受けたこともあるが、広ロが親元に帰ることを眼境に拒んだため、1959年4月10日に、 結婚することとなったという。1971年、沢田加納が44歳の時、高知市麻生野に土地550坪を買い、沢田マンションの建設に着手。素人のため建築確認は取らないまま着工するが、当時の役所の対応は、強度に文句は言わないが、手数料の用意ができたら、許可は取ってくれという程度の、非常に大らかな時代だったという。 30トンブルドーザーと大型パワーショベルを借り、地下6メートル以上を掘り抜き、約10日間で岩盤に到達。その上に柱を打った。作業は敷地内の西から東へと建てます形で進行。鉄筋を配置した後のコンクリート打ち込みには、小学生の娘まで動員し、届かない足でレッカー車を運転して生コンクリートを運び、セメントの練り込みをしたという。 設計図は、わしの頭の中にあるとして、きちんとした図面もなく独自に工事をしていった。屋上には、不採い自作のクレーンや製材所が設けられた。当初は、10階建て、個数100個という壮大な構想だったが、現況は、地上5階建て、個数約60個、一部6階建てとなっている。沢田ふさの希望で始めは、 母子家庭など、社会的に困窮状況にある人々に対して入居が優先されていたが、近年は若者の入居が増加傾向にある。沢田加納の死去以降は、増築はせず改装や補強など、現況維持にとどまり、今日に至る。家賃は2万円程度から5万円程度。面積や日照条件、備品状況、クーラーの有無、改装の有無などなどを勘案した。 家賃設定となっている。部屋番号がバラバラなのは、建設当初入居者が決まった順に決定したものであり、今は宅配業者などの悩みの種となっている。また、一時期通常のマンションと同様に101、102といった形で不満されたが、住民に不評で元へ戻した権威があり、現在当時の不満を残すのは202号室などの一部。時折部屋の番号の付け間違いや、 正しい番号を入居順に訂正されるなど部屋番号の混乱が深まることもある。沢田マンションの歴史はまた、度重なる行政指導や工事中止命令などの圧力の歴史でもあった。現在では、住民で自主防災組織を結成し、年に一度の避難訓練を行うなどして、行政との関係も、概ね良好である。沢田マンションの形容として、違法建築。 違法建築すれすれなどとよく言われる。建築基準法における集団規定、単体規制への適合は別途検討の余地があるが、建築確認申請が出ていないというのは、建築基準法第6条、建築物の建築等に関する申請及び確認の規定に違反しているため、建築基準法第9条、違反建築物に対する措置における違反建築物に、等する しかし、いわゆる違反建築物と同様に、私有財産権の問題、入居者の居住権の問題などから、高知市役所建築指導課の努力にもかかわらず、有効な指導が難しいのが現状である。最寄り駅は、JR 土山線阿ゾ野の駅、路線バスでは、土佐で、ん交通、サニーマート阿ゾの店前下車すぐ、高知自動車道高知 IC からも資金。 このような独力での建築は、英語圏では一般にセルフビルドなどとも呼ばれる。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。